どうもこんにちは、みずにゃんです。今日の、動画なんですけれども、小室圭さん、まだまだね、やばいことに、なってます。で、これですね、11月のこう4日、週刊女性プライムの、記事なんですけれども、小室圭さん、1000万円が返せない、試験不合格で、勃発した新たな金銭問題というね、タイトルの、記事がありますね。で、まあ、これ、まあ、どういう記事なのかっていうことをね、まあ、軽くこう説明をしていくと、まあ、小室圭さん、国際弁護士にこうなるために、こうアメリカのフォーダム大学のこうロースクールに入学されて、3年間、まあ、そこでお勉強していたじゃないですか。で、その際ね、ニューヨークでのこの生活資金、これどうなってたのというような話にこうなってくるわけなんですが、なんとですね、それをこう小室圭さんが日本で勤務していた、で、法律事務所があって、で、そこからね、援助をされていたと。で、まあ、もちろんですね、まあ、ニューヨーク州と、言ったらですね、まあ、世界で一番物価が高いと、言われてもね、過言じゃないぐらいの物価の高さ、そして、まあ、大学のこう寮の費用、ね、そういうのも含めるとですね、大学3年間で約1000万ぐらいのね、その貸与を、受けていたんではないかというような話です。で、まあ、この1000万円こう貸与を受けていたと、まあ、いうことなんで、まあ、将来的にこう小室圭さんはね、まあ、そのお金を、返済しなければ、まあ、いけないわけですよ。じゃあ、返済ってじゃあ何、どうやってやるのっていう話になってくるんですが、それは小室圭さんがニューヨーク州の司法試験に合格をして、で、ニューヨーク州の弁護士になって、で、そうなってくるとこう年収がこう2500万円ぐらいになるから、まあそこからこう徐々に徐々にね、まあ返済をしていくと、まあいうような人生設計だったんでしょうと。ね。で、まあ小室圭さんなんだけれども、このね、ニューヨーク州の司法試験、一回ですね、不合格になっています。で、さらにですね、こう、来年2月の試験、不合格にこうなってしまうと、まあ、もしかしたらですよ。で、今、ニューヨーク州の、そうね、法律事務所で事務職員として、で、仕事をしている小室圭さん。これはまあ弁護士にこうなるという前提でまあ勤務をしているわけだから、もしかしたらですね、解雇されてしまう可能性があると。で、そうなってくるとですね、まあ小室圭さん、まあ無職になってしまって、で、1000万円のこのね、法律事務所からのね、貸与金なんですけれども、これ返済するのがめちゃくちゃ難しくなると。まあいうようなことになるね。で、まあ、小室圭さん、ね、お母様の、そう、佳代さん、これがね、元婚約者の方から約400万円のね、まあ、お金を借りていた、まあ、贈与を受けていた、まあ、そう、どっちか、まあ、そこはね、未だにこうね、結論が、ついていませんけれども、ね、まあ、その、お母さんだけではなく、その小室圭さんも、このね、金銭的な問題を抱えてしまうことになるんではないかというのをですね、まあ、懸念しているのが、まあ、こちらのね、こう記事となっているわけですよね。で、実際、まあね、さっきもこうね、言ったけれども、アメリカのこうニューヨーク州って言ったら、もうめちゃくちゃ物価が高い。もう物価だけじゃないっす。あとね、まあその、家賃もね、高いところなんですよ。で、まあその、眞子さんと、まあ、言えばね、まあ、ロイヤルファミリーの、方ですから、まあ、厳重な、こう、セキュリティがね、こう、あるところじゃないと、やっぱり住めないわけですよね。まあ、そうなってくるとですね、やっぱり家賃もですね、まあ、相当な金額にこうなると、まあ、約ね、50万から80万ぐらいと言われているわけですよ。で、まあ、このままね、こう、小室圭さんが、まあ、万が一ね、来年2月の司法試験に合格できなかった場合ね、で、ニューヨークでの生活が成り立たなくなってしまうんじゃないかと。で、まあそうなってくるとね、もうその日本に、帰ってくるっていう可能性もね、まあそうなきにしもあらずなのかなと、思います。
で、まあ、今回ね、まあ、その小室圭さん、そして、まあ、眞子さんが、まあ、ニューヨークにね、渡米すると、まあ、いうことは、まあ、日本にいると、そのマスコミにこう追っかけ回されるから、まあ、それがこう嫌で、ね、アメリカに行けば自由な国だから、そういうこともないでしょうというようなね、こう思惑っていうのもね、多少なりともあったと思うんですよ。で、まあ、このまま行くとね、まあ、そう、日本に戻ってこざるを得ない、日本じゃないと生活をしていくことが、まあ、難しくなってくると。で、そうなってくるとですね、やっぱりマスコミにね、追っかけ回されるような生活になってしまうと。で、まあ、結局はね、その眞子さんの、そうね、解離性 PTSD、複雑性 PTSD と、まあ、いうものがですね、悪化してしまう可能性もね、なきにしもあらずだなと。まあ、もしそうなった場合ね、まあ、宮内庁は何らかのこう手を打ってくるんではないかなと、思うんだけれども、そうなってくるとね、またね、国民からのその反発っていうのがこう再燃してくるわけですよ。なので、まあ、現状ちょっとね、八方塞がりにこうなりかかっている、まあ、小室家というようなね、ことになってます。で、まあ、そのね、小室佳代さんの件なんだけれども、これね、まあ、現状、遺族年金の不正受給疑惑、そして、で、労災トラブル、そして、元婚約者の方とのね、金銭トラブル、もう様々なね、問題を抱えていますよ。で、まあ、これに関してはね、納得がこういく説明をね、現状小室さん側からこうされていないということで、まあ、一部の国民のね、人たちは、まあ、このね、説明っていうのをまあ求めているわけだよね。で、まあ結局、アメリカからこう日本に帰ってこなければこうならないような状況になった時で、まあ、ここはね、説明せざるを得ない、状況に、まあ、なるんじゃないかなというふうに思います。ってことになると、まあ、結局ね、まあ、その小室さんファミリーは、まあ、大変なことになるわけですよ。まあ大変だよねっていうような話になってくる。だから、まあそのね、小室圭さんと、まあ眞子さんのね、まあこの結婚なんだけれども、まあ幸せにね、なってほしいですよ。けれども、まあその幸せにね、なれるかどうかっていうのは、まあある意味ね、その小室さんの将来にこうかかってるわけだから、まあ今回ね、まあその小室さんがまあこうやってトラブルをこう抱えることになるかもしれないっていうこの懸念、これに関してはね、まあ払拭してほしいと思うんだけれども、ただやっぱりね、まあ結婚が早すぎたんじゃないかなと思うんだよね。で、なんかこう準備がまだこうなんか整っていない中で、ね、結婚結婚って言って、で、先走りすぎた、ところはあると思うね。で、そういう部分っていうのは、やっぱりこうなんか周りのね、こう人間たちがアドバイスして、しっかりとね、まあ、そう止めなきゃいけなかったと思うんだけれども、なんかその現状ね、まあその駆け落ちみたいなこう形でね、まあ結婚に走っていった。だからなんかちょっと俺はね、そういうところが、っていうふうにね、なんか思うところだし、もうちょっとなんかこうね、冷静に考えてもよかったんじゃないのっていうふうにね、思うわけですよ。で、まあ結婚っていうのは別にね、なんかね、早いからいいわけではないし、で、遅いから別にいいわけでもないわけですよ。で、適切なこう時期っていうのがあると思っていて、まあ特にやっぱりこのね、元ロイヤルファミリーだということでね、やっぱその品位っていうのがこう問われてくるわけですよ。で、それはやっぱりね、まあその品位をこう維持していくために、ね、それこそ、いろんなサポートが、現状あるわけじゃないですか。まあ例えばね、まあ小室圭さんらがね、住んでいるマンションの周りはね、こう今でもこう1日あたりこう30人ほどのこう警察官が、まあ巡回警備にこう当たっていたりとか。で、あとはね、買い出し、買い物代行は宮内庁の職員がやったりとか。まあこれはね、一般国民じゃ受けられないね、こう待遇ですよ。で、それはなんでかっていうとね、やっぱりなんか、ロイヤルファミリーとしての、しっかり品位があるような生活を送ってほしいっていうような、これは、まあ、宮内庁、まあ、そして、で、日本国民の、まあ、総意だというふうに思うんで、まあ、そういうところはね、やっぱりね、裏切らないでほしいなと、
というふうにね、思ってます。はい。ということで、まあ本日の、動画なんですけれども、もしこの動画を見ていいと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。ということで、以上、みずにゃんでした。じゃあね。